皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、血液循環とがんの関係というお話でございます。有名人の人がね、その乳がんとか、その膵臓がんとかね、胃がんとか、まあ、いろいろながんになって、この報道されるケースがね、多くなってきています。まあ、それだけね、この世間の皆さんのね、その関心がね、高い話題だともね、言えますよね。それでね、まあ、ほんの40年ぐらい前のね、がんというのはですね、この不治の病とね、いうね、印象のね、強い病気だったんです。この病気になればね、まあ、死を意味するほどのね、重い病名でね、今となってはですけどね、かなりの時間が経ってですね、その医学がね、目覚ましいその発展を遂げてですね、診断治療がね、その進歩してきました。まあ、具体的にはね、その治療面ではね、そのがん細胞をね、直接ターゲットとしたね、抗がん剤の開発などをね、まあ、直接ターゲットとしてこう、プシッとこうね、狙い撃ちできるような、そのがん、抗がん剤の開発などね、あと診断面ではね、その血液マーカーっていうのとかね、あとその他にね、CT とか MRI とかエコーなどのね、画像診断機器の開発もね、進みました。そのね、画像診断法っていうやつの発展でですね、まあ、早期のね、その微小なちっちゃいちっちゃい病変の段階でね、かなりのね、明瞭なね、その像っていうのをね、得ることができるようになってきましたね。まあ、そのようなことからですね、そのがんっていうのは不治の病っていうのから治療をして治癒し得る病気っていうのにね、変わってきたとね、言えます。まあ、しかしながらですね、がんっていうのはね、日本人のね、死因のね、1位であり続けております。がんはね、一旦ね、他の臓器にね、転移してしまうとですね、治療ができない場合が多くてですね、がん細胞っていうのはその成長が早いですから、栄養の元になる血液、まあ、すなわちね、血流をね、多くね、必要とするんです。まあ、そのためにですね、その、がん細胞から血管新生因子っていうね、のが分泌されてですね、まあ、がんに栄養がたくさん行くようにですね、細い血管が、がんの塊のね、周りにね、たくさんね、作られてしまうんです。つまりですね、がんの成長はね、がんを取り巻くね、血液循環に依存していると言えるんです。しかしね、がんはね、熱に弱いとされていましてですね、世の中にはね、がん温熱療法っていうね、治療法がね、あるんです。がん細胞はね、42度以上になると死滅すると言われています。ね、正常細胞でね、熱が上がるとですね、毛細血管もね、拡張してね、熱を逃がす働きがあります。これね、先日お伝えしましたよね、熱放散っていうのをね、するんですよね、体はね。で、その一方で、がん細胞のね、新生血管っていうのはね、栄養補給のために、その、急場しのぎで作られた血管なので、そこまでの働きがなくてですね、熱が溜まって死滅するというんですよ。体の冷えはね、がんの発症につながるとも言われています。ただしね、冷え症という病気は医学的に存在しません。東洋医学のね、発想と言われています。哺乳類のね、一種であるね、人っていう、まあ僕ら人間っていうのはね、高温動物ですので、まあ、基本的にね、体温をね、一定に保つね、気候をね、体が備えているからなんですよ。例えばね、低体温症というね、概念はありますけどもね、雨に濡れて一晩中外にいるなどね、体が極度に冷やされて、結果的に生命の機能が維持できないような状態を示します。あと、冷感というね、症候もありますね。まあ、一例としてね、その足の動脈硬化などでね、血流が低下してですね、病院でのね、触診ではね、その足の温かさがね、見られないような状態があるようです。またね、心不全のね、急性期でね、循環が極めて低下した場合にですね、四肢末梢っていうんですか、足と手のね、末梢のね、この一番端のね、ところにね、冷感がね、見られることもあります。で、このようにですね、いくつかの冷えにね、近い概念はあるのですが、まあ、日常的に起こるね、この冷えの大切のようなものっていうのは、疾患名としてはね、存在しません。それではね、冷えによってがんが発症するという説はね、本当なのでしょうか。
まあ、実はですね、体温がね1度下がるごとにね免疫力がね 30% も下がると言われてるんです。怖い。またね、その細菌やウイルス感染によってですね、発熱してね体温が上がるのはね、免疫細胞を活性化して末梢循環を良くしてくれてね、これらの外敵をね攻撃するために起こるとも言われています。体温が上がるとですね、免疫を司る T 細胞の活性化が見られるというねエビデンスもあります。エビデンスというのはですね、証拠とか根拠とか、ね、証言という意味です。で、ね、その癌の発症自体っていうのはですね、遺伝子の傷で起こりますけども、その遺伝子の傷によってねできたね正常でない細胞、すなわち癌細胞っていうのはですね、体の防護システムであるね免疫機能がしっかりしていれば、免疫細胞のね追跡を受けてですね排除されるようになっております。なのでね、まあ冷えによってね癌のね発症がね起こり得るというのはですね、あながち間違いではないかもしれません。30年ぐらい前のことなんですけどもね、9月はね、癌のね、制圧月間でした。新聞でね、その9月は癌で死亡する人が多いので、まあ、癌制圧月間になったというね、記載がね、あったそうです。癌制圧月間っていうのがね、定められたのはね、1960年でね、その当時の画像診断はね、レントゲンぐらいしかなくてですね、末期になってから発見されたのがほとんどだったと思います。その9月に癌の死亡がね、多いというのはですね、癌にかかった末期の方が亡くなることが多かったという通説が50年以上前に存在したということがね、意味しているとね、考えられます。ではね、なぜね9月にねその癌でお亡くなりになる方がね多かったのでしょうか。それはね、この時期ならではのね季節の変わり目でね気圧の変動が起こってですね、気管支喘息のね発作がねよくね起こってたんです。そしてね、自律神経の不調をねきたしやすい時期でもあります。夏の間にね血液循環が良くなってですね、癌細胞が成長した末期癌の方がね9月に入って上気道感染にさらされたり、上気道というのはね鼻と口から喉までのねことを言います。またね、その気管から気管支を、ね、経て、ね、肺に至る経路っていうのをね激動と言います。鼻口から喉までを、上気道と言って、気管から、気管支を経て、肺に入る至る経路っていうのを、下気道と言います。話を戻しますね。9月に入ってね上気道感染にさらされるっていうのはね、その気温が下がって体が冷えることもあるでしょう。それが原因だとそういうこともあると思います。癌細胞をね見張っているね免疫細胞にとってはね良くないコンディションになるんです。だからね、9月に癌のね死亡例がね多いというのはね、そのような背景があったのかなとね推察できます。まとめますとね、体の冷えイコール血液循環が悪くなると癌の発症を後押ししてしまいますし、一旦癌が成長すると癌は新生血管を多く出すので、癌細胞の周辺の血管の循環そのものが癌の成長を、ね、促進させてしまうと。しかし高体温の状況では、癌の、ね、血液循環はね実はね未熟な形によるためにですね、蓄熱をね起こし死亡すると、このような不思議な関係になっていると考えられます。まずはね、体の冷えにならないようにすることがね大切なので、お風呂に入って体をゆっくり温めましょう。またね、体が温まったらね、ほどなくしてね、床につきましょう。まあね、現代人っていうのはね、すぐに寝ろっていう方が難しいですよね。いろいろね、背中のこととかもいっぱいありますからね。でもその他ですね、その体の発汗を促す生姜、ニンニク、唐辛子などもね、いい食品であるとね、考えています。まあ今の僕にはね、どれもね、刺激的なので、よう食べきれませんけどもね、皆さんはね、食べてください。若年女性にね、多いね、足の冷えやむくみっていうのはね、運動不足も一つの原因でございます。足の筋肉っていうのはね、ポンプとしてね、歯科末端の血流を上に送り出す働きを持ちます。足先のね血液をね、心臓にねこう送り返してくれるっていうね働きをね持ってるんですよ。足の筋肉っていうのはね、足がむくみやすいということはね、その足の筋力を鍛えることをおすすめします。体全体のね筋肉のね 60% 以上はねもう足にあるんですよね。そのうちのもう半分以上はもう太ももとかお尻なんで、太ももとお尻の筋肉をつければね、ふくらはぎもいますけども、その筋肉をつければ血液の循環が良くなります。そしてね、足のくびれが綺麗にできてね、なんていうんですか、素敵なね美脚になるんですよね。足の筋肉をつけたくないっていうね女性の方がね多くてね、
間違ってはないんですけど、なんかね、そのなんでそんなスクワットしかせえへんのっていうスクワットしかみんなしないんですよ。それね、やるんやったら足の筋肉つけたらええやんと思うんですよ。でも足の筋肉つけたら足太くなるから嫌っていう方ばっかりなんですけども、皆さん安心してください。足の筋肉が皆さんが思ってるほどつけるのは難しいです。絶対にボディービルダーのような足にはならないので安心してください。まあ、話を戻しますね。まあ、その足の、ね、筋肉はちょっと置いといてですね、僕がおすすめする運動っていうのはもちろんなんですけどもね、有酸素運動なんです。そしてその中でも僕が推薦しているのは、推奨しているのがお散歩でございます。お散歩ね、15分以上30分以内くらいでその家の周りをね、こうぐるーっと回ってみたりとか、15分歩き続けて、ずっと歩き続けて、15分だったら折り返して帰ってきたらもうちょうど30分なので、まあね、息切れすることもないし、まあ、これくらいのね、このじんわりと汗をかくね、程度の運動なので、ね、まあ、特に疲れすぎることもありませんし、その体が少し、しかもね、興奮している状態を保つことができるんで、お散歩した後の、パフォーマンスがね、上がることがね、期待できるんです。というか、まあ、その後の用事ですよね。まあね、帰ってきてね、ゆっくりするのもいいんですけどもね、現代人はね、そんなね、ゆっくりしてる時間もないじゃないですか。家に帰ってきたらせなあかんことが山ほどあるんですよね。ね、だからその後の、まあ、用事ですよ。用事の、物事がスムーズにね、なんか知らんけどこなせれるはずなんです。そしてね、なぜかね、心がね、すっきりしてます。体温も少し上がりますし、血液の循環も良くなりますので、おすすめです。お散歩ね、ぜひね、試してみてください。まあ、そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。